さあどうか。あ、すごすごい、聞こえますか？聞こえますか？こんばんは、こんばんは。うわー、こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。びっくりしたでしょ？ LINE ライブをしてます。こんばんは、みさきなこです。こんばんは。めちゃめちゃ、あー、びっくりした。ありがとう。こんばんは。ちょっとゲリラライブです。イエーイありがとうございます。来てくれてありがとう。お、海外からもありがとう。ありがとうございます。ちょっとね、今日はですね、ついに明日、私みさきなこのオフィシャルファンクラブ隣になこがオープンしますよということで、改めまして皆さん、ここまで待っていただいて本当に待っててくれてありがとうございます。ありがとう。明日楽しみって、ありがとう。私も本当に心臓が本当うるさくなるくらいにはドキドキしてるので、楽しみに待っててください。ちょっとここでね、今日を今 LINE ライブを見てくれているそこのあなたに、先行してお知らせを3つほどさせていただければなと思います。皆さん準備はいいでしょうか？大丈夫ですか？お知らせします。なんだろうって、やった、ありがとうそれ一人で喋るの初めてだからちょっと緊張してるけど許してください。ありがとうございます。ちょっとまずはですね、私のファンクラブ隣になこのファンクラブロゴが決定いたしましたので、ここで公開させていただきたいなと思います。それがこちら、じゃーん、隣になこ、見えますか？これ私が手書きでロゴを書かせていただきました。私の文字ですこれがここから私のファンクラブのロゴとしていろんなところに出てくるかなと思いますので、みんなちょっと楽しみにしててください。かわいい、ありがとうございます。隣になこです。私が書いたっけって思うくらいにはめちゃめちゃなんかおしゃれな感じになりました。ありがとうございます。これが一つ目のお知らせで、二つ目がファンクラブのオープンを記念しまして、会員限定グッズの販売が決定いたしました。ありがとうございます。グッズです。そしてですね、そのグッズにも登場します私の相棒が誕生いたしまして、こちらも本日公開させていただきたいと思います。名前が、私がなこでしょ、相棒がにゃこって言います。にーにーちっちゃいや、猫のにゃーのにゃこです。じゃあにゃこちゃんに、ちゃんなのかくんなのかちょっと性別は不明なんですけれども、登場していただきましょう。こちら、かわいくない？にゃって書いてるのここににゃこでーす。私の相棒のにゃこです。こちらがにゃこ。ちょっとかわいくない？かわいいよね。ちょっと目が眠たそうなとことか、ほくろの感じとかが私と一緒この子がこれから私の相棒になります。そして気になるファンクラブのグッズ、ちょっとね、詳細とかは明日のオープンを待っててほしいんですけれども、アイテムだけご紹介させていただきます。こちらです。じゃーん、いっぱいあるでしょ。ちょっとざっくりざっくりね、この上のちょっと私が見えない、ちょっとこれが T シャツが白とグレーとで、ちっちゃいニャコがいます。で、次、缶バッジが2つセットで A、B、C、D、E とあって、ランダムじゃなくって、それをそれぞれどれがいいかなって選べるようになってます。
そして続いて隣にブロマイドも同じく ABCDE と2枚セットになってますので、ランダムじゃないので皆さんのお気に入りの私をぜひお手元に置いていただければなと思います。そしてポスターも、ポスターこれが ABC と3つあります。ちょっとみんなのお家に私を飾ってくださいポスター3つと、そして最後アクリルキーホルダー、これが相棒のニャコ、ニャコのちょっと笑ってるのとシュンってなってるやつの2種類あります。こちらがグッズのラインナップです。あの、見づらいかもしれないんですけど、明日オープンした時にまた詳細はじっくりゆっくりチェックできますので、ちょっと明日のオープンまでどれにしようかなって悩みつつ待っていていただけると嬉しいです。お知らせ、私何個言ったっけ、あ、3つ目です。次が3つ目で、ファンクラブのイベントもちょっと企画中でして、今どんな風にしようかねりねりしているところですので、詳細は決まり次第またお知らせしていきたいなと思いますので、待っていてください。待っててね。そう、イベント、そうなんです、私もずっとやりたかったし、会いたいのでちょっとどんな風にしようかなって、ファンクラブもねついに明日だからすごい緊張してるんですけど、でも隣にナコっていう名前の通り、そのあなたの隣に私が寄り添えるような、そんなファンクラブになったらいいなと思っておりますので、楽しみに待っててください。ちょっと最後はニャコを持ってお別れしようかな。そう、すごいあっという間だったんですけどそう、3つのお知らせをファンクラブ明日解説前に先にお知らせさせていただければと思いましたので、改めまして見てくださった皆さんありがとうございました。にゃこかわいいってありがとう。にゃこだけ写す、私もいるか、にゃこそうなんです。ちょっともう終わっちゃうんですけど、私もねもうちょっと長く話したいけど、またこれからきっと長くお話できるタイミングがあると思いますので、それも楽しみに待っていてください。いろいろ準備してみんなに楽しんでもらえるファンクラブにします。それではまた明日ファンクラブ解説楽しみにお待ちください。以上、みさきなこでした。あとにゃこでした。ありがとう、またね、ありがとう、またねー。すすすすす。